はい、ゆうたろうくん、こんにちは。こんにちは。あんま良くないんじゃないか。いや、でもポップに書いてあるんで。確かに確かに、はい、ケチャップとマスタードですか。これあのマクドナルドのアメリカのキャラクターなんですよ。可愛いブルビです。まあ、形に染めたけどちょっとね、黒がね、着れなくなっちゃったんですよ。これは黒ボディなんですけど、この赤とかね、黄色とか緑とか白とか結構ポップな柄なんで。はい、今日はまた明るい色で黄色を着てみました。すごいサイズ感は遊ぶ。これ最近買った、大阪で買ったパーカーなんですけど、すごいこの紐が可愛いですよね。サイズ感は遊ぶってちょっと名言だ。はいつもね、僕 24.5 センチなんですけど、足本来はね。これは29センチか。え？4センチ増しで、実はここパンパンなんですけど、服のサイズが大きいんで、服のサイズを大きくしようっていうので大きいの履いてます。今日はこの目玉のビッグニット、やっぱこのサイズ感ですよね。海外独特の古着のグッズなんですけど、うん、日本に売ってないやつなんですよ。だから僕わざわざイギリスまで行って、ちゃんと並んで店員さんになんか13歳ぐらいに見られて、へーみたいな感じだったんですけど、これ買うって言ったらすごい思い出深いグッズのジャージです。え、なんぼ？16万。ありがとう。やばい。マジで？でも本当グッチはお金じゃない。僕の大好きなグッチなんですけど。またグッチ。でもこれは半額です。御殿場アウトレットっていう静岡にあるアウトレットで安く買えました。素材が薄いんでパルでも着れるし、冬でもアウターとかロング丈の着たらいいし、本当これ着るだけでメインアイテムになる。これはめっちゃすごい好きです。でボタンを押してるのはアイテムですね。はい、襟も可愛いんでしっかり見せてあげるっていう。ではこんな感じです。またビッグニットです。これは大阪の好き嫌いっていうアメ村の古着屋さんで買ったんですけど、すごい可愛いんで皆さんぜひ行ってみてください。古着ということはお安いんですか。お安いです。7,000-8,000ぐらいです。 USA。 今日のテーマは何ですか。イギリスの男の子です。トミー・ヒルフィガーとベトモンのコラボで、これもめちゃくちゃ限定なんです。レアで。本当ですか。まあ、全世紀のやつぐらい。実家よ。今日は、なで方ですね。いつもです。今日だけじゃありません。いつもです。僕、あんま紫着ないんですけど、このニット超可愛くて、めっちゃでかいんですよ。マスミさんですか。え、取るのだけど、面白くして、僕に焼けさせないと、本当に。価格で面白くしてる。春先でも着れるの。可愛いニットです。よかった。あら、なんか大きい服で。ピンクです。ピンクチェックです。テーマはあれですか？オードリーの春日さんですか？何回やけどさせられるんですか、僕は。本当に謝ってほしい。それな、オーバーサイズ。そう、はい、この 3XL のリップ。だって手出てなかったら危なくない？出る。はい。すごい、こいつ。今回は？今回はって何ですか？ミニ T シャツ、ロンP。T シャツじゃねえよ。スレッドです。ジム。かわいくないですか？サンリブの大阪店で買った筋トレ T シャツです。あと後ろもパワーファース。GYM。頑張る、やばい、マジで。今日の服のテーマどんな感じですか。仕方ないですか。何ですか。今日どういうテーマ。イギリスの学生です。魔法使える、うん、さーて、本日の私服はじゃじゃんじゃん。ないですか。いや、やっぱさ、なんかゆうたろうの私服取ってはるっていうから、はい、服も染めてるやん。髪の毛も明るくなったから、うん、服も明るくしようと思って、ダークにしようと思って。俺はなんか血を感じたよ、関西の血が。ああ、血を感じたから、うん、だってさ、ゆうたろう関西の古着屋やろ。だからゴールドですよね、先生。はい、白のスニーカー好きよな。好きですね、僕10着ぐらいもともするよ。ちょうだいや、言うてるよ、早くくれよ、先輩に。で、美脚を見せてすね、つるつるやないか。なんかそれはそれで嫌だ。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。最後はナナさんからのリクエスト、3人連続ウィークでお別れしましょう。新しい